またコーヒーのブレンダーが壊れたので買ってみました。ハリオ。ちっちゃ。思ったよりちっちゃかった。電池入れる感じになってます。前充電のやつだったんですけど、なんか電池でもいいかなって気がしてきて。昨日やったガチャです。ジンギスカンのタレが欲しい。いざ。やった。最高。これかわいい。雪だるまも多分出たらかわいいけど、やっぱこれが一番欲しかったやつ。最高。今日はいいことありそう。買ったおにぎりを公園で食べたかったけど、めっちゃ雨が降ってます。いっぱい買いました。買いました。食べるところが見つからなかったので、結局家まで持って帰ってきました。おにぎり。朝のバターコーヒーしか食べてないんですけど、血糖値が多分ずっと一定の状態だったので、今でも別に食べなくてもいいんですけど、あ、スパムおにぎりから食べちゃった。絶対銀シャリから食べるべきでしたね。間違えた。銀シャリから食べよう。食塩とごま。うんふん。あ、ボンタか。羽田の第三ターミナルにボンゴっていうところがあって、おにぎりボンゴ。同じお店かなってちょっと、勘違いしてました。ボンタだから違うな。4月6日から4月9まで。で、弾丸で福岡に帰るので、お土産。めっちゃ可愛い。これは自宅用で、クッキーです。あと、マッターホーンといえばバームクーヘンらしいので、買いました。美味しい。やばい、いつもよりシャバシャバになってしまった。シャバ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 。あっち。ちび手巻き。ちょっとやっぱシャバシャバ。チーズイ。明日にはちょうどいいゆるさになってるかも。そうね。話し方が優しくなったわけだ。え、なんか変わった？いつもこうだよ。創業60何年からあるダミエ。ダミエ。ダミエ。とダミエ。食器だったのよ。そうなの？結構味濃いから。あ、そういうこと？これで400円。可愛くないこの紙も。濃いね、四角いね。ただね。あ、なんかクリームが。全然やばいよ、それ。どうしよう。あ、やばい。喧嘩になるよ、それ。こっからだ。このセンターのクリームが、片方に寄ってしまってるよ。上は、あ、そういう風に言ったのね。
いい味だよね。うん。ね。そうですね。むしね。そうだ。これはバタークリームだよ。なんか昔昭和のケーキによく使われてたじゃん、バタークリーム。まあ結構生クリームより硬い感じ。うん。美味しい。なるほどね。うん。うん。確かにパティ。パティだね。うん。謎の野菜炒め。納豆。今までで一番の泡立ちだ。薬だった俺にとってMCT オイルは吸収されにくいっていうのもあるけど、体質によっては吸収されちゃう人もいるから書いてあったから。マジで？でも油っぽいもの得意だから吸収しちゃうタイプの人間な気がする。あーマジ？だからなんかちょっとでも体調に異変があったらやめたらこれヌルヌルするよね、唇が。そう？うん、油いっぱい入ってるから。わかんない、もう油俺自身が油だから。どういうこと？油を感じない。ラードなの。今日は警報級の雨らしいので、一日家にいたいと思います。お弁当出来上がり。相方さんはお仕事に行ったので、私は編集をやりたいと思います。目標は1本を4時間で作り終えることなんですけど、結構集中してやらないといけないです。今動画が溜まりすぎて、多分2ヶ月前ぐらいの動画を上げてる感じになっちゃってるので、2週前ぐらいのをアップできるように追いつきたいので、週2ぐらいで上げていくと、5月ぐらいには追いつくと思うので、その目標で、やりたいと思います。ひとまず1時間ちょっとぐらい編集してて、このぐらい編集してるとパソコンが言うことを聞かなくなってくるので、一旦パソコンを切りました。ちょっと集中力が途切れ途切れになっちゃったので、もう一杯コーヒー飲もうと思います。これこの間買ったハリオのやつ。おお、パワフル、すごい。こんな感じで、すごいですよね。伝わるかしら。何を食べるかは一生考え続けなきゃいけないんだな。限界突破してきたので、ご飯食べます。いただきまーす。味いるかな？ちょっと仕掛ける。全然警報級の雨じゃないじゃん。あー、一旦終わりました。ご飯を作りまーす。今日はトンテキと千切りキャベツにします。今日野菜を全然食べてないので、たくさん食べようと思います。千切りキャベツを。できました。うん、ね、ご飯できました。豚汁。美味しい？うん、ちょっと。
ぱいだからやばすぎる。なんか変な色になってるもんね。うん。あ、いいよ、聞いて。ジイチローとはまたちょっと違うね。ポワンポワンしてる。美味しい。じゃーん、唐揚げ卵焼き弁当です。ご飯食べます。うん、今から神田に遊びに行きます。明日から福岡に帰るので、お土産を買っていこうと思って大宮に行きたいと思います。フルーツポンチ、有名なやつ買いたいんですけど、まだあるかな。結構すぐ売り切れちゃうらしいんで。笠原さん唐揚げレシピうちで定番化したんですけど、毎回失敗せずカリカリになるので美味しいです。買いました。かわいい。帰ってみよう。自分の誕生日に桜が咲いてるのは結構珍しいですね。それもあんまりまだ散ってない。鳩が団子になっている。寒い？どうした？せっかくなので秋葉原にも行ってみようかな。なんかガチャがあるかもしれない。これなんか前テレビで紹介されたらしくて、広島のアンテナショップには売ってなかったので嬉しい、出会えた。空が狭い。スタンドで行きたいに来たかったんですけど、最近当駅では駅構内で踊り会の際にお客様同士がぶつかり決まりました。
なんかクッキー出そうな気がするんですよね。霊視。クッキーか、なんかあのリスの絵が描いたお菓子が出そうな気がしていきます。じゃん。あ、違った。違ったけど結構欲しいやつだったから逆に嬉しい。こんな感じです。中は。かわいいおやつ第2弾。一番欲しかったのはこの熊サブレと、でも同じぐらいこのポチのケーキが欲しかったので。嬉しい。ロッキー。東京のパリジェンヌ洋菓子店のケーキです。いつか買いに行きたいなと思ってたやつなんで、買ったら一緒に写真撮りたい。ケーキです。あと前ガチャでやったフルーツポンチと並べてみました。かわいい。中身は開けれないけど。今日はすき焼きです。昨日OKで牛肉買ってきました。生肉を触ったお箸で卵を溶き始める。絶対ダメです。マオケ。マジ？いい肉。いいね。誕生日パーティー第2部を始めます。席にお着きください。プログラム一番。国家提唱。それは省きます。見て。あ、すごいね。かわいいね。そうやって並べて、ビデオに撮りたかったんだね。ほら、ちゃんと上からも撮りなさい。見て。いちごサンドと、ザッハトルテ。ケーキさん、ケーキ入刀。おー、食べたいな。30分も待ってるわ。待ってないです。本当は8分。8分も待ってない。ハッピーバースデイ。甘い。あ、本当？なんかどこ今どっちと結構しか違うけど、なんか酸味あるでしょ。甘ったるくないね。ヨーグルト入ってんのこれ。ヨーグルト。なんか味変えてんだろうね。ショートケーキもあるもん。あ、なるほどね。うん。ヨーグルトだから。チョコも食べてみよう。あ、落ちた。食べたら一瞬だね。うん。大満足の誕生日だね。うん。チョコと生クリーム、交互食べ、食べ、美味しいよ。この子絶対いっぱいだったけど、今日。チョコだから入るよ。そっか。うん。チャンネル登録お願いします。グッドボタンもよろしくね。みんなバイバーイ。